はい、ハードオフ大好きジャンクコーナー大好き親父でございます。 PS4 がね並んでおりますよ。いくらなのか見ていこうと思います。まずはねプレステ3がダダンじゃなかったわ。550円箱のみです。はい、じゃあ PS4 を見ていきますね。もうオチがバレてる気もするけど、はい、550円箱のみです。はい、 PS4 続いていきますよ。箱は結構綺麗なのよ。はい、ただん550円ボックスのみです。これひょっとしたらでも最後は入ってるかもしれないよ。はい、 PS4 いきますよ。はい、550円ボックスのみ。さあ、こっちの PS4 はどうなの。どっちが新しいかとかわかんないんだよな。まあ見ていきます。こちらの PS4 なんと2200円。ってことは高いやつか。箱のみです。最後はこれでも1テラって書いてるな。こっちのがあれなんだ。2200円箱のみ。はい、まあこういう感じですけどね。箱のみでした。はい、せっかくなんでね、ちょっとこっちにこう行きながら。メガ CD ね、めっちゃ箱綺麗なのよ。めっちゃ箱綺麗なのよ、これ。ジャンクなんだけど、お値段2万2000円。CD ロムドライブ不良、音声出ません。箱説明書付きは珍しい。箱めっちゃ綺麗なんだよな、これな。もうちょっとこっち側からもね、見せてあげたい。もう角つぶれとかそういうのがない。ほら、これめっちゃ綺麗だわ。そしてネオジオ、税込み3万円本体のみ。どうなのかな。ちなみにこれは何ですかね。一瞬 MSX かなと思ったんだけど、全然知識のない私には分かりません。パーソナルコンピュータ MZ-1500 シャープ製でございます。お、でも今プレステ4安いんだよな。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。コモディ